日本茨城県取手市取手取手は、茨城県取手市の大技、町長。現行行政地名は取手1丁目から取手3丁目、及び取手。郵便番号302-0004。北は、大宿東、東は、長米神殿、南東は、小堀、南は、千葉県阿鼻子市中峠、西は、千葉県阿鼻子市青山、北西は、新町。 中央町に隣接している。利根川左岸の飛び地は、北は白山、東は新町、南は千葉県阿弥越青山、南西は千葉県阿弥市北新田、西は稲、北西は西に隣接している。定番を持つ鳥手一1丁目から3丁目と定番を持たない区域に分かれている。定番を持たない区域のほとんどは、利根川の河川敷と飛び地であり、 鳥出緑地及びトネパークゴルフ場として利用されている。トネ川右岸とこと沼の内側にあたる飛び地の西半分ほどが該当する。トネパークゴルフ場や成田筑波航空専門学校もこの飛び地にある。東半分の小堀と合わせてこの飛び地を小堀地区と称している。この区域では一部公共サービスの供給元が他の地域と異なっており、上下水道は アビコシ水道局 NTT の固定電話は千葉支店の管轄となっている。市外局番は04である。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2017年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。飛び地は常磐線天皇台駅や成田線湖北駅などが最寄りとなる。鳥出駅から井の団地循環。 甲府大団地、龍ヶ崎駅方面、利根町方面へのバス路線が通る。ありがとうございます。